こんにちは、林です。今日はですね、ちょっとレンズエミュレーションの話をしようと思います。レンズエミュレーションとは何かということなんですけれども、特定のレンズの特性を模擬した画像を作ることができるっていうものがレンズエミュレーションになります。あんまり、まだ聞き覚えのない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、特に iPhone 用のアプリでですね、もうレンズエミュレーションの機能が搭載されているものっていうのがあって、そもそもその iPhone っていうのはコンピューテーショナルフォトグラフィーといって、コンピューターによる計算によって画像をどんどん作っていこうっていう考え方なんですよね。なのでレンズのボケ味とかも、iPhone 内で再現してしまおうっていうことが今すごく進んでます。で、これがですね、結構僕は将来性があるんじゃないかなというふうに思っていて、ミラーレスで撮った写真をレンズエミュレーションで加工してみたらどうなるんだろうとちょっとふと思ってやってみたところ、そこそこ結果が良かったので動画にしております。早速ですね、ちょっと iPhone アプリを使って、レンズエミュレーション試してみましょう。こちらですね、フォコス、多分読み方フォコスで合ってると思うんですけど、フォコスっていう iPhone アプリで、結構昔からある iPhone アプリですね。これが結構高機能で、まず画像をこうやって、読み込みます。こちらはですね、ハッセルブラッドの CFV100C に、ハッセルの XCD55mmF2.5 をつけて撮影した写真なんですけれども、画像を読み込んだ時点で何が起こるかっていうと、こうやって絞りを変えられるようになります。で、もともとはこちら iPhone で撮られた画像を対象として作られたアプリなので、一眼の最初からボケてる画像を読み込むといろいろおかしいところはあります。例えば、F20 に設定しても最初からボケた画像がこれは出てるのは、もともとが僕が F2.5 で撮った画像を無理やりこの iPhone アプリに読み込ませてるからですね。ただ無理やりだからといって、全くうまくいかないかというとそんなこともなくってですね、例えばこの状態で F 値をこうやって下げていくと、さらに背景がボケた画像を作り出すことができます。しかもですね、後からフォーカスを変えることもできて、フォーカスタブに移動して例えば奥をタップすると、奥にピントがあった状態、厳密にはもともと F2.5 で奥がボケていたので、最大のピントがあった状態が元のボケ感になるんですけれども、奥にピントがあった状態から、こちらのキャットにピントが合う状態とか、手前の方にねピントが合う状態とかっていうのを、これ手前もともとボケてるので全然変わってないように見えるかもしれないんですが、作り出すことができます。これはですね、いわゆるデプスオブフィールドと呼ばれる被写界深度をですね、画像から解析して画面内の奥行きを推定してるから、できることというふうになってます。で、この画面内の奥行き推定を利用することによって、でさらにですね、こちらレンズエミュレーション機能が入っていて、このライツのエルマーですとか、このレンズベイビーですとか、あと高いところで言うとノクチルクスですね。具体的にどのノクチルクスか、どの台のノクチルクスか明言されてないので、その雰囲気っていうことだと思うんですけれども、それによってこうやってですね、よく見るとボケ味とかがちょっと変わってます。で、中のパラメータを見るといろいろあるんですけれども、それぞれそのボケの形がこう渦っぽくなるかならないかとか、あとこう放射が出るか出ないかとか、いろんなことがあって、こういうパラメータをそれぞれ動かすことによってで、ボケ味の再現っていうのをしてるっていう感じになります。今適当にちょっと RGB シフト、つまり色収差とかを入れてみたんですけれども、この画像を書き出して、元の写真と比べてみようと思います。元の写真がこんな感じで、今、ボケ味などの変更をしたものが、この形ということで、一旦ですね、適当な画像に入れてやってみているだけなので、厳密に言うと破綻があります。このキャットと同じぐらいの距離感にいる左の花瓶とかもボケてしまっていたりとか、やっぱ無理やり読み込んで、デプスオブフィールドを計算させているので、そこに計算間違いがあるっていう状態になっています。
ただですね、なんとなく使ってみる分には十分違和感のない画像になってるかなと思いまして、そもそもこの F2.5 が開放のレンズなので、それ以上のボケは期待できなかったところが、ボケがさらに大きくなっていたりとか、あと収差が全然なくて、かなり味のない画像になっていたところに収差が足されて、ちょっとね味のようなものが出てきているというところで、ぶっちゃけこのクオリティでもすでに、あ、これ使ってみようかなって今思われた方いらっしゃると思うんですよね。で、今後のこの技術的な制約というか発展としては、このデプスオブフィールドの計算がよりスムーズにできるようになると、よりこのボケ味の再現というのはできるようになってきますし、まあ、そうなってしまった時っていうのは、レンズのそのボケ感とか特徴、キャラクターっていうのは、もしかしたら後から足すものだよっていう世界になっていくかもしれないです。現時点では、このフォコスという iPhone アプリをはじめ、まあ、ちょっとね、いくつかの iPhone アプリで提供されてるみたいな機能で、ダヴィンチのプラグインとかのレンズエミュレーションのものっていうのはちょっと見つけられてない状態なんですけれども、ちょっとね、自分の方でもダヴィンチのプラグイン化に挑戦してみたりとか、レンズの味を後から足すっていう方向性をちょっと考えていきたいなというふうに、まあ、改めて思いました。で、まあ、そう考えると元のレンズっていうのはできるだけ特徴がないものの方が後でいろんな特徴を足しやすいので、なんかベースレンズみたいな考え方もあるんじゃないかなということを考えたりしてます。すごく特徴がないベースレンズプラス、プラグインでそれに味をつけていくっていうことのセット売りみたいなものっていうのが、もしかしたら今後出てくるかもしれないですし、もしかしたらカメラ内にレンズエミュレーションの機能が入ったカメラとかっていうのも、まあ、出てくるかもしれないなというふうに思っております。僕の中ではずっと感じていた、ハッセルのこの 55mmF2.5 の味のなさっていうものが、もしかしたらこのレンズエミュレーションっていうことを取り入れることによっていろいろ緩和されるんじゃないかなと思っているので、ちょっとね、積極的にレンズエミュレーションの研究したりとか、レンズエミュレーションを当てた写真っていうのを出していこうかなというふうに思っております。ということで、こちらのフォコスっていうアプリ、ちょっとね有料になってしまうんですけれども、まあ、7日間無料で使えたりするので、ぜひこのレンズエミュレーションとか体験していただいて、ご自身の写真に使えるか使えないかみたいな判断とか、していただけると面白いんじゃないかなというふうに思っております。このチャンネルではですね、あまり、まあ、他のチャンネルで触れられてないかなと思う今回のレンズエミュレーションみたいな話とかをしてみたりとか、あと写真をどうやって撮っていくか、スナップどうやって撮っていくかみたいなことを発信しております。この動画がいいと思ったら、ぜひ高評価チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。